こんにちは森徹子ですそれでは山崎先生よろしくお願いしますあこんにちは山崎光太郎です今日を、えー、今日はですね今日のテーマはあのネットウヨークコンビのね、えー、ネットウヨコンビっていうかな阿部友でありネットウヨでありね阿部ウヨとかと言われてるらしいんですよ最近の桜井よしこと花田和義についてちょっと なんか一言言いたいたことがあるの2人はですね今回あの統一教会問題が、えー、出てくると同時にそしてもう一つは安倍国葬問題が、まあ、国葬自体は終わったわけですけどこれがで出て登場して国論が二分して6対4ぐらいで反対派が優勢になったわけですよね。これに危機感を抱いたらしくてちょっと彼らのね、えー、YouTube を見てるとね あのの彼らの言動ははちょっとと普段とは違うようよな気がするんですよで僕が見た感じでは多分焦りの色が見えていますねとまあ安倍右用も終わりだとかっていう人もいますけどね必ずしもそうではなくて、ね、これはねなかなか消えないと思います、えー、まあね統一教会問題では、えー、ああ桜井し子もですねそれからその 花田和月刊花田の編集長の花田,花田和義も、ですね、えー、この、えー、統一教会問題が出ると同時に、ですね統一教会のどこが悪いんだっていうようなことに,に議論が発展してきてるんですよで。彼らは信教の自由とか宗教の自由とかそういうことを言ってあこうあ、あまり統一教会を取り上げること自体が宗教弾圧だとかっていうようなことを言ってる。 であの同じように、ですねあの統一教会自体も,もう方うでも、えー、記者会見を何回か開いて、それがなかなか、えー、効果が出ないと分かったらしくて、裁判闘争に持ち込もうとしてますね、紀、え、頭、ー、弁護士だって、それから、えー、いろんな、えーえー、TBS のかな、コメンテーターのなんとかっていう人、どうとかそうう、そういう人たちを訴える。 これでマスコミをビビらせようとしてるんだと思うんですよね。だから僕はね、あのー、こういう人たちは共通してるのは、統一教会とはみんな、あのー、深く関わってたんじゃないかと思うんですよ。統一教会問題っていうのは、はっきり言って、僕はあのー、ていうそれを解散しろとか、えー、弾圧しろとか、そういうことなんかどうでもいいんですけど、この問題をマスコミが取り上げるということ自体が面白いなと、と面白いということは、これは重要な問題だと思ってるんですよ。これでね あのこれで,です、ね、その統一教会があ解体されて、えー、亡くなるっていうことを、ね、言うことはできないし例えばあの前にあった,あのでしたオウム真理教だって、えー、あれを解体されるまではいろいろ右翼曲があったわけじゃないそれで例えば解体されたりその解散させ,させられたとしても まだその残党は残ってるわけですよね。だから僕は無理だと思います。まあ宗教法人としての統一教会をか旧統一教会です今家庭連合とかなんとか言うらしいんですけどそれを、えー、解体させるかどうかっていうことはあまり僕なんかにとっては、まあ、問題じゃないと。むしろですねこの統一教会問題をどう受け止めるかっていうことがこのマスコミの人間だけではなくてですねそあの言論人とかそれぐらい えー、ネットウヨ文化人、僕はこれ、エセ文化人だと思いますけど、まああ、安倍晋三一派を後ろから支えてたのは、このネットウヨとネットウヨっと言われている人たちだと思うんですよ。この人たちの動向というのが、僕にとっては非常に興味深いし、面白いんですけれども、で今日はねあの月刊花田のね花田和義編集長と、それがそのさっき言いましたけど、櫻井 なんかに出てきてえーその、うん、もっともらしいことを言ってますよねもっともらしいっていうのはですね理論的なこととかあの政治的な政治思想的なことではなくてただその人間としてどういう振る舞いをするべきかとかって非常にね庶民道徳みたいなことを言い始めてるんですよいやそ,そうそう、えー、国葬の場所でね、えー、反対派がスプレイクコールを上げたとかそういうことをやっちゃいけないんじゃないのっていうようなことを言う。僕はね そういうういいいこととはどんどんんんやっていいと思うんですよ葬式であろうと結婚式であろうと何であろう観光存在であろうがくだらない行事であろうが反対する人は言ってもいいと思うんですよ。なぜ反,反対派が出てくるっていうことを、えー、桜井義子と羽田和義は何か恐れてるみたいですね。当然じゃないですか。いたっていいじゃないですか。僕はねあのい今の日本の国内問題に関して言うとですね反対論というか。 反対意見を言う人が非常に少なくなくってると今の左翼とかリベラルとかっている人たちも、当たり障りのない批判だけしかしてないんですよ。で、本格的にぶつかってくる、あのー、批判とか反論とか、罵倒とかですよ、誹謗中傷でもいいんだけど、そういうことはやっちゃいけないよっていうことになってるわけじゃないですか、それは庶民道徳っていうか、あのー、家庭教育の問題とか、そのレベルでの問題ですよね。 僕例えばね、学問とか思想とか、それが政治運動とかやる人たちが、そんなこと言って,る言ってたってどうに、どうにでもならないでしょ僕の僕はもう、あのー、年配だから、あのー、若い時はよく知ってるんですけど、全、あのー、教頭世代なんですけども、あの時代ですよ、下馬棒あを振るったりですね、えー、なんかいろいろやってるリンチもあったし、それから三島由紀夫のー、あれ自衛隊殴り込み事件もありましたよね、自決事件も。 ああいうふうにして、いろんな事件が起こったんですよ。でも、あの時代は逆に言うと、日本はい、一番燃えてた時代ですよ。燃えてたっていうことは何かというと、反対する、議論したり、論争したりあの、誹謗中傷を繰り返したり、暴力を振るったりですね、そういうことを全部やっちゃいけないと言ったら、それは一般庶民で平凡なサラリーマンで一生を終えようとかね、家庭の州で一生を終えようとか、そういう人たちにとってはね、確かにそれは。 やっちゃいいけないよそういうことをやっちゃいけないよ、あなたは静かにおとなしく権力の言いなりになって、えー、静かに暮らしてなさいと、そうすれば幸せな人生を送れますよと、それは、まあまあ、どこの家庭でも、お父さん、お母さんが子どもに教えることかもしれないですよね。でも、学問とかです、ね、思想とか政治運動とか、そういうことをや,や,やりたい人にとっては、そんなん何の意味もないんですよ。 暴力ななんててるに決まってるじゃないですかあの昔、学生運動をしてた人たちが下馬鹿を振るっていたのっていうのは、僕はすごいことだったと思いますよ。就職も不意にしてるし、ですけど、転校しないでそのままやり続けてる人たちもたくさんいるわけですよ。で、まあ、就職もうまくできなくて、人生を棒に振った人たちもたくさんいるわけです。今のさ若い人たちっていうのはし、一生棒に振ったりするっていう勇気がないでしょ。 もういや就職氷河期だったとかなんとか言って、あなんか、えー、被害者面してるじゃないですか。いいじゃん、そ通に。就職できなければ、じゃあ自分の道を切り開けばいいことであるし、その人そうだから今の若い人たちっていうのは、あのえー、論争したり議論したり、えー、それからその暴力振るったりとかね、小さな暴力でもいいんですよ、テロを起こしたりと、そういうこと絶対しないから、だからこの前ね、あの誰だっけ。 えー、なんアメリカの副大統領のあなんとかハリスでしたっけ、あのあ女の副大統領は、羽田とか成田から来るんじゃなくてですよ、横田基地から降りてきたわけでしょ、横田基地から降りてくるということは、えーに、日本のですね国内の入国審査というか、検疫とかそういうことを一切やらなかったということですよ、フリーパスで来てるんですよ。こういうことをあの黙認してるって、感化してるわけでしょ。 何が右翼ですか、何が保守ですか、そんなそんなことに、目くじら立てるのが右翼であり、保守であるべきでしょ。だから日本が今、植民地上アメリカの植民地状態に置かれているということを、実質的な職人道状態にあるということを、我々はああいうところで見せつけられているわけです。あののの昔昔ですねっって言って言も僕はこのあ若い時の えー、アイゼンハワーっていう大統領がアメリカの大統領がいてですね、60年安保の話かな、あ、違うな、そのあとですかね、確か羽田から来,来ようとして、羽田に着陸しようとして、飛行機は着いたのかな、ところがそこで学生デモが巻き起こるわけですよ、羽田闘争と言われているやつです、と思うんですよね。で、あの日本の大学,大学京都大学の学生が、えー、まだ二十歳ぐらいの学生が、確かそこで、 えー、どういう理由か分からない下馬、あのー、警察の衝突かなんかのときに際してですね、死んじゃったんですよ。そういうことが事件があったりしたときに、アイゼンハーは確か、いやまあ、ちょっと事件がずれてるかもしれないんだけど、アイゼンハーはそのまま帰ったんですよ。日本に国内に入国する前に帰ったことがあるんですよ。ということはね、ああいう、ね、日本の左翼運動という、左翼学生運動が激しかった時代には、 アメリカも日本の国内問題に気を使って横、横田基地から、ね、入国するなんてこと全然なかったんですよ。ところが、最近はもうほとんどやあの横田基から入ってきますよね。フリーパスで入ってくるんですよ。こういうこと、なんであのそのまま許してるんですか何が右翼だ、保守だってことばっかりでさ、そういうことあのないじゃないですか。そういうういいこことととに対してててをするるっていうことは単なる家庭道徳とかね人の道 そういう話ではね、克服でできない問題ですだから今ね、桜井しことね花田和義がね、あのー、月刊花田のねあのーあのー、雑誌っていうか、月刊雑誌あたりで、ネット予雑誌で、盛んに安倍さんの用意書っていう記事をいっぱい出してるわけですよ。それはそれで僕はいい,い,いと思いますよ、別に、反対じゃないですよ。 でも、この人たちは安倍さんを容疑する代わりに、安倍さんが一体ね、アメリカに対してどういう態度を取ってるのか、中国に対してどういったっていうのか、台湾に対してどういったと態度を取ってきてるのかっていう、そう政治問題、国際政治の問題に関して、全く興味ないらしくて、すべて立派立派っていうことになってるじゃないですか。それはね、普通のおばさんたちやね、普通のおじさんたちは、居酒屋漫談とか、えー、井戸畑会議で、それで、ああ、素晴らしい素晴らしいっていれば、それはそれでいいですよ。でも 一応さ、雑誌とか月刊雑誌とかなんとかやってたり、オピニオンリーダーだと自分で思ってるような人たちが、それ、その隣のおじさん、おばさんと同じような発想ではさ、これはどうし,どうし,どうしようもないというか、ゃあいかがなものかなと思うんですよ。で、僕はね、あのー、一番こ今回も思うんですけど、それは議論とか論争をね、彼らは全部あのや,やりたくないというか、避けてるんですよ。あのー、桜井よしことかね、 えー、あの花田和義あたりが言ってる、議論してるっていうのは、反論してこないだろうという人を捕まえて、批判したり、罵倒したり、繰り返してるんですよ。これよ、弱虫が、弱虫っていうかさ、育児なしが弱いやつをさあ向かって、いじめを繰り返してるが、小学校と中学校であいじめがあるっていうでしょ、まあ、会社でもあるらし,あるらしいんですそれと一種のパワハラみたいなもんでしょ 例えばさ、えー、社民党の福島みずほとか、それから立,立憲民主党の蓮舫とか、えー、辻元清美とか、ああいう人たちの悪口や誹謗中傷やるでしょ。でも僕はあのー、あ彼,ら彼女たちの方は立派じゃないですか、一応筋を通してるし、反対には反対とすごい言い張るでしょ。じゃあさ、あのー、なんだっけ、野田義彦みたいにさ、いや、私は元総理大臣だから。 総理大元総理大臣の葬儀国葬儀には出席します、それがやっぱり男としての、男じゃない、元総理としての人生観だとかなんとかあって、綺麗事ごと言ってやるでしょ、僕はそれが絶対ダメだと思うんですよ。もっと反対することがあったら反対しろと、議論したいことがあったら議論すればいいし。 えー、誹謗中傷であろうとね、まあ、場合によってはね、簡単、暴力であろうとね、デモしたりね、暴力したりね、あのー、やるべきだと思うんですよ。今やらないから、日本は一見、みんな、ね、全員一致であのなんかする行動しなくちゃいけないというわけでしょ。安倍さんの国葬にさ、日本国民全体が参加したからってどうなるんですか。それは、それは日本国がね、国がやってる証拠ですよ。反対派がた、半分が反対派。 半分が賛成派はこういう時に激しくせめぎ合うところに国力がどん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 大きくなっていくんですよ。だから高度成長の時代とあの左翼全学連とか左翼リベラル系の人たちがデモを繰り返していた時代、あ労働組合が、えー、首都圏のあのじじでなんて言うと,あーと鉄道網のじストーを繰り返していた時代があるんですよ。僕の学生大学生の頃はですね。 えー、しょっちゅうデモ,がデモ,デモっていうかあの、ストがありましたよ。ストがあって大学は休みだとかね、と東京都内の交通が全部麻痺するとかね、そういうことはね、まあ、普通のあおばさん的、おじさん的センスからいくと、そういう暴力はやめた、違法な行為はやめた方がいいですよ、ちゃんと法律に則っ,ってや,やるべきですよ、公務員にはスト権はありませんよとか、そんなこと言ってたって、始まんないでしょ、ふと始まんないと僕は思ってましたよ。 僕はあの左翼には全然興味ない反,反対派なんですけどね。でも僕今振り返ってみると、あ彼らが元気だった時に、そういう時代には日本も元気だったんだなと思います、ね、だからねあの、えー、元に戻りますと、桜井よし子と月刊花田の編集長辺りがですね、えー、のらりくらりとですね、あの当たり障りのないきれいごと言ってね、いや、国葬に日本国民はね、 静かに見送るべき国葬っていうか、その国葬儀で安倍さんを静かに見送るべきだとかなんとか、静かに見送ったってどうしようもないんでしょう、もう。安倍さんがやったことがいろいろあるわ、評価はいろいろあるわけでしょ各、各個人によって。だからに、全員一致で何かをしなくちゃいけないということがおかしいですよ。それ戦争ンス始めた時にはほ,ほぼ全一致状態になっていくけど、でも反対派がいる,いるからこそいいわけでしょ。そのね、 反対派がいいいいななければね頭も使わなくて,いいっていうことですよだから僕はもっと頭を使ってほしい。だからまあ僕は興味本位でねお楽しみでね、あのー、面白いからね、えー、桜井よし子の言論テレビとかねそれからあの誰だっけ花田和義とかねの、えー、チャンネル YouTube チャンネルとかねいろいろまあ、えー、見てるんですけど別に勉強しようと思って見てるわけではなくてあこいつらはどう何を考えてどういう態度言動をとってるのかなと思って見てるんですよ。 だからこの安倍国葬儀問題が、それと統一教会問題が絡んで、今、すごい、まあ、ある意味で非常に面白い時代になろうとしてるじゃないですか。それをですね、そ面白い時代になろうとしてるときに、花田和義,和義ですか、ね、あれは花田和義っていうあの編集長あたりはね、もうね、統一教会のどこが悪いんだ宗教の自由があるじゃないか、信教の自由があるじゃないか。 そんな建前論ばっかり繰り返してね、きれいこと言ったってしょうがないですよ。例えば、あのー、安倍さんを銃殺したあの容疑者である山上哲也っていう人にとって、そんなにきれいことが何の意味があるかわかんないですよ。自分の命を懸けて、えー、銃殺をやったわけでしょ。じゃいいか悪いかなんて言ったってしょうがないでしょ。 まあ、はっきりしていることは、山上哲也が一発の銃声あ、二発でしたけれども、銃声を放つことによって、日本のある種の時代は大きく変わっ,変わったでしょでもう、ま、もっと変わりつつあると思うんですよ。で、変わらない、まあ、安倍さんから菅が、えー、菅,菅義偉で、岸田文雄になって、まあ、ほとんど変わらない今のと調子だよって、それならそれでいいけれども、それでやっていけるんだったらいいですよ。 僕はこれで左翼も左翼リベラル系もね、もっとあのー、奮起してね、暴力でも何でもいいからね、山上徹也に続けっていうぐらいの気持ちがあった方がいいと思いますよ。それや、あのー、宗教の自由とか信教の自由とか、いやー、統一教会は反社集団だとかね、あの違法献金がどうのこうのとかね、僕はささやかな問題だと思いますね、それはね。統一教会はが潰れるとすればね、我々がね、えー えー、議論して、論争して、誹謗中傷して、統一教会を社会的に潰すっていう方向へ持っていった方がいいと思うんですよ。別にこれを法律で反り締まったからどうしようもない、どうなるものでもないですよ。というわけで、櫻井よし子と花田和義がなんかななあーいい加減なことを繰り返してるし、にあの今ちょっとあのか彼らは焦りを。 見せてるんじゃないですか僕は彼らがす,すぐね消えるとは思わないけどまあ彼らの陣痛力っていうかその力もだんだん衰えてくるからこれから彼らが果たして何者だったかっていうことを、えー、示していくと思いますこれ。これからもし彼らが本物でね何かだったとすればねここそこで初めて、えー、何か根性があるところを見せてほしいなと思うんですよ。 えー、安倍さんに順ずるぐらいのね覚悟ができてんのかお前らそういうことを感じのながらですね桜井よしきの言論テレビとかね花田和義の YouTube チャンネルを覗き見してる私ですというわけで今日はこのあたりで終わりますありがとうございましたご覧いただきましてありがとうございましたチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします